7月1日、晴れ。目が覚めたとき、私は病院のベッドの中にいました。お腹の傷が痛みました。なんで怪我してるんでしょう。私には記憶がありません。お母さんと名乗る人からサキと呼ばれてるので、名前はサキだと思います。よくわからないけど、お医者さんに検査をしてもらいました。結果は教えてくれませんでした。お母さんが暇つぶしにとノートパソコンを持ってきてくれたので、一日中ゲームをして遊んでました。なぜか日記を書かなきゃいけない気分になったので書いてます。少しお腹の痛みが和らぎました。私は今、素敵な気分です。